しいモルナチュラルライフ、本日は、実は最終回の放送となるんですけれども、今日も精一杯楽しくお届けしてまいりたいと思いますので、なってまいりまして、スタジオからもイチョウがね少し色づいている様子が見えてまいりました、芸術の秋、食欲の秋、読書の秋、いろいろありますけれども、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。私はね、周波数をね、音と周波数を使ったセラピーをしている関係で、とっても楽器に興味がありましてですね、先日チェロですとか琵琶に触れて体験をする機会がございまして、本当に芸術の秋を楽しんでおります最初にね、恒例のちょっとお知らせなんですけれども、まずこちら、コロナ対策についてですね、出演者スタッフの検温と健康管理をしっかりしております。それと、50分に1回の換気と番組入れ替え時、スタジオ内すべて消毒しておりまして、また、除菌機トレイルを設置しております。はい、で、ちょっとねこちら、台東区の救急放送ですとか、サイレンなどが入ってしまうことも時々あったりするんですけれども、どうか皆さん、ご容赦いただけましたらと思います。よろしくお願いいたします。それからですね、番組へのご質問ですとか、何か番組中に、放送していただいて気になることなどありましたら、どしどしこちらにご質問やご意見などいただけましたらありがたいです。はい、ということで今日はですね、いつもの、サブもうパーソナリティみたいになっていただいた奈良さんと、あとですね素敵なゲストをその他に2人お迎えしてお送りいたします。はい、よろしくお願いいたします。では早速ですけれども、まず1人目の素敵なゲストをお迎えします。一級建築士で、お子さんをね2人育てていらっしゃるお母さんでもある本山千恵さんでいらっしゃいます。どうぞ千恵さん、こんにちは、よろしくお願いいたします。ね、本当千恵さんね、男の子を2人育て上げて、ね、キャリアウーマンでいらっしゃって毎日お忙しくしてるんですけど、はい、今日はねご出演ということで、はいはい、浅草橋まで来ていただいて、はい、本当にありがとうございます。ね、なんか最終回の、ね、貴重な回に本当ありがとうございますいいえ、もうぜひぜひ、環境に、ね、いい取り組みもたくさんなさっていらっしゃって、はい、ぜひご紹介したいと思って今日は来ていただきました。はい、ありがとうございます。でまずねちょっと初めにご本人様から少し、はいはい、ご紹介、自己紹介をね、はいはい、いただけましたらと思いますが、はい、ありがとうございます、はい、合同会社モットデザイン、はい、一級建築士事務所の代表の本山千恵です。まあ、先ほどご紹介にありましたけれども、はい、2人息子がおりまして、もうねもう大人になっちゃいましたけど、うん、はい、まあ、子育てしながら、うん、実はシングルマザーで、一級建築士の資格を取りまして、はいはい、今に至るという感じです。うん、はい、もともとマンションとかね、うん、割と大きな建物の設計をメインにやってたんですけども、はい、まあ、最近はやっぱり何だろう、体にいい空間を提供したいということで、うん、清江さんのサロンもね壁を一緒に塗らせていただきましたけども、はい、そう、今日ね、ご紹介したい、はい、一押しの塗り壁がありまして、はい、ね、うん、そんな活動をしてます。はい、はい、ではね、いくつかお写真をねご覧に入れながら、はい、さらに詳しくご紹介していきたいと思います。はい、はい、こちら1枚目のお写真は、はい、はい、そうですね、うん、これも本当に一棟丸々私が設計したマンションでして、はい、そうなんです、はい、すごい、そうなんです、こんな大きなものから、はい、本当に小さなリフォームまで、はいはい、何でもやりますっていう感じなんですけど、うん、なるほど、はいはい、で次の写真がこれ保育園なんですね、うん、え、保育園なんですか。そうなんです、外観をちょっと保育園らしくない、ちょっとシャープな感じに、はい、スタイリッシュな感じですね、スタイリッシュな感じにしまして、はい、一方次の写真が中なんですけど、はい、中はこう曲線を使ったり優しい感じで木を使って、はい、まあね、園児の方とかお母さんたちがくつろげるような空間を、設計したという、うん、はい、曲線が、ね、ですね、多くて、そして木のぬくもり、はい、ね、お子さんに直接ね触っていただいて、うん、そうですね、うん、もう千恵さんね、自然素材を、素材をね、はい、ふんだんにね使って、はい、そういったのを配慮されてなさってますからね、はい、うん、そうですね、はい、はいはい、で
最近はですね、先ほど、ね、清江さんのサロンも塗らせていただいたって、はい、ね、ちょっとご紹介しましたけど、はい、次の写真が、はい、これもうちっちゃい子が素手でベタベタ塗れるぐらい安心安全な、はい、マシュマロタッチという、塗り壁剤を、はい、皆さんに、広めてます、はいはい、で次の写真があの、ね、もうママが赤ちゃんを抱っこしながら、ね、塗ってるっていう、これあのちょっと去年、まあ、もう閉めちゃったんですけど、はい、古い家を改装したカフェですね、うん、私も何度も、ね、お邪魔して、はい、居心地が良かったです、本当に、はい、うん、そうですね、こんな風に誰でも塗れるよっていう塗り壁剤を一緒に皆さんと塗ってます、はい、うん、はい、もう塗るのも塗ること自体も簡単で楽しいですし、うんうん、なんといってもお子さんがその場で遊んでたりしても、うん、もちろん一緒にさっきもねありましたけど、手で触って塗っても安心安全だよっていう、ね、うん、なかなかない壁の、ね、ことっていうのは、ね、うん、そうなんです、はいはい、で次の写真がですね、はい、うん、これカフェですね。そうね、ここね、そう、これね、本当はね、奥がね、キッチンだったんですよ、うん、で手前が畳の部屋だったりして、はい、これをですね、壊せる壁を壊して、床はですね、新月伐採の剥がらし剤というね本当に体に優しい床材を貼って、はい、もったいないんですけど、まあ今閉めちゃってね、うん、もう売却しちゃったんですけど、こんな風に古い家もこうやってカフェにも変身できるよっていう ね、持ち主さんの手にかかれば、はい、はいはい、そんなこともやってます、はい、であとですね、次の写真が、はい、大宮、埼玉市大宮にある、これケーキ屋さんなんですけども、おうおう、ケーキ屋さんもこのマシュマロタッチで塗りました。お、はい、ちょっとね、いろんな色があるので、うん、はい、これちょっと優しいちょっとピンクっぽいオレンジっぽい色でケーキ屋さんっぽくね、うんうん、はい、仕上げました。なるほど、はい、で次の写真はですね、はい、今度カフェなんですね、はい、ちょっと空みたいなイメージで、うん、ちょっとこうなんですかね、マーブルっぽくコテで、はい、私が全部塗りました。あ、チェイさんがこれ塗ったんだ。そうなんです。これマシュマロタッチなんですか。マシュマロタッチなんですよ。このマーブルは色を混ぜてるんですか。そう、これね、うん、白をベースに、はい、コテ台の上でですね、はい、ブルーをこう混ぜながら、こんな塗り方もできるんだ、はい、ちょっとアートですね、すごい、これね、はい、はい、ね、これからね、しっかりご紹介するマシュマロタッチ、はい、色もバリエーションがたくさんあるんですよね。たくさんあるんですね、うん、うん、はい、そうなんです。清江さんのサロンもね、綺麗なグリーンで、そう、私ミントグリーンにしていただいて、ね、そう、心地がいいです、はい、深呼吸したくなる空間になりました。そうです、うん、ありがとうございます。ちょうどね、このパネルみたいな色、ミントグリーン大好きなんです、ね、そう、ね、そう、はい、あとまだそのお写真がね、はい、次のお写真じゃご覧に入れていいですか。はい、はい、これね、これがね、はい、先ほどから、お話に出ています、はい、本山千恵さんがね、建材として使ってくださっている、はい、マシュマロタッチと、うん、呼ばれている、はい、これ化石サンゴの、そうですね、はい、原料が化石サンゴと、うん、化石サンゴで、はい、はい、まあ、まあ、石もちょっと入ってるんですけど、うんうん、見た目と か、 か、うん、塗った完成度としては、はい、仕上がりは、漆喰に近い感じですよね。そうですね、イメージ的にはそんな感じで、うんうん、そうなんです。でも大きいね、はい、違いがね、うんうん、そうですね、いくつかの、はい、はい、うん、そう、ちょっとね、うん、画面だと分かりづらいかもしれないんですけど、はい、ここに丸が8つありますが、はい、まあ、カビ抵抗性、抗菌性、はい、うん、消臭性、はい、まあ、消臭性がね2つ書いてあるんですけども、うん、まあ、アンモニア系の、消臭と、あとはペットの匂いとかね、はい、生ゴミの匂いも、はい、消臭できますっていうのと、うんうん、まあ、吸放湿性、はい、はい、調湿してくれます、はい、あと湿度をね、そうですね、一定に保ってくれる、はい、ね、清江さんのサロンはね、はい、ハープが、はい、ね、ありますけど、そう、はい、ハープが実は湿度を、ね、だいたい40から50、うん、60%、まあ、ベストは50なんですけど、はいはいはい、保たなくてはいけなくて、うんうん、この千恵さんのマシュマロタッチを塗らせていただいている関係で、はい、それが調節しやすい、うん、よかったです。そう、あとね、匂いもですね、うん、ちょっとそのお部屋がリビングとつながっているので、うん、結構開けて
でお客様いらっしゃらない時開けていて、うん、お料理とかもして、うん、匂いがいっちゃったりするんですけど、うん、すぐに消えるの、うん、そうなんですよ。ほんとそれはありがたい。キムチとか食べてもそういつもね奈良さんのとこの美味しいね、うん、キムチとかも食べても、うん、匂いが、はい、消えてくれますね、うん、そうなんです。実はね私じゃないんですけど私の師匠が名古屋で焼肉屋さんをね、はい、これ塗ったんですよ、はい、でそこ実は今時珍しい喫煙 OK のお店なんですけど、はい、そこに行った人の話だと、はい、タバコの匂いがしないらしいんですよ、すごいですね。すごいですよね。ね、はい、タバコ吸わない方も行きやすい、ね、うん、そう、まあうん、そんな感じで VOC、うん、TOVC、はい、まあ、そういうねエビデンスもきちんとあるっていう、うん、塗り壁剤です、うん、はい、でね、ここのね右にですね実は、はい、これねなかなかみんな気づかないんですけど、うん、皆さんね、はい、お水とか食べ物は気をつける方すごく増えましたけど、はい、うん、実は重量比で考えると1日に摂取するもの物質の約 80% が空気なんだよって言われてみれば当たり前なんですけど、そうですよね、じゃあその空気皆さんどう気をつけてますかっていうところで、うん、今ね空気清浄機があるお家はね普通になりましたけど、はい、うん、果たしてそれって深呼吸したい空間になってますかっていうところで、うんうん、やっぱり自然の力に勝るものなしっていうところでですね、はい、周波数が違いますから皆さん、そうですそうですよね、周波数ってい う, そうですね、その視点から見ても全然違うと思うので、うん、はい、ぜひねいろんな方に体感していただきたいなと思います、うん、そうですね、うん、私のところでもですねサロンのお部屋以外にも実は他のお部屋ですとか廊下も、うん、塗ろうと思ってまして、嬉しい、体験したい方がいらっしゃったらちょっと一部だけでも一緒に塗ったりっていうのをいい、ね、はい、していただけたらと思っているので、ね、はい、気になる方はぜひチェックしていただいて、ぜひぜひ、はい、一緒にね、はい、塗れたらと思います、はい、で本当にね私塗らせていただいた時に、うん、まあ、ちえさんも来ていただいて、うん、お友達と3人で塗ったんですけどマシュマロ本当にムースみたいなんです ね、その塗り壁剤が、そうでふわっとしてて、ね、こうハケに取るとなんていうんですか、左官のね、うん、取るとお道具に取ると気持ちいい、うん、で塗ってる時も、うん、なんていうんでしょうね、なんかふわっとして癒されますし、うん、空気が凛としてくるので塗ってると、はいはい、本当に自然と深呼吸になり、そうですよね、はい、で塗り終わったらね、うん、音の響きがすごく良くなってます。さすが、うんうん、で皆さんねどうしても人工物に囲まれてるじゃないですか、うん、でそうするとだんだんこう全てのものは振動していて音を発してるんです、聞こえていなくても、それを周波数って言うんですけども、で人工の周波数ってやっぱり単一なので、うん、不自然なんですね、うん、で天然のものそういったマシュマロタッチの壁ですとか、うんうんうん、知恵さんのところで取り扱ってる新月伐採の、うん、木の床ですとか、そういうものっていうのは、うん、天然の周波数なので揺らぎがあって、うん、人間も自然の生き物ですので、うん、そういった自然のものの周波数を浴びてると自然と調律されてリラックスしたりですとか、うん、副交感神経リラックススイッチを、ね、入れてくれる方の神経が、ね、出てきてくれて、体が、はい、緩んだりしますので、うん、そういったことでその住環境を整えておくっていうのは、うん、人生の中で住まいにいる時間は長いのですごく、ね、貴重な、ね、ことだと思っています、うん、あとねやっぱりそのお部屋そって塗られた方から、うん、精神が安定したりですとか、うんうんうん、なんかいろいろ嬉しいお言葉も、ね、頂戴しているそうですよね、うん、あとねこの間聞いた話だと、うん、はい、ある工務店さんが、はい、モデルハウスでそれを塗ったそうなんですね、はい、うん、でまあ何軒かモデルハウスってあるじゃん、集まってるとこありますよ ね、はい、すね、住宅展示場で、うん、で何軒か見てきた赤ちゃん連れのご夫婦が、はい、そこに決めたっていうのが、はいはい、ずっと泣いてたお子さんが、はい、そこに来た時だけ一人で機嫌よく遊び出したっていうんですね、うん、だからそうやっぱりちっちゃい子ってそういうの敏感なので、うんうんうん、子供さんほど ね、 そういうの分かったりしますもんね、そうだからね、うん、ちょっとうちの子なんか落ち着きないわとか、はい、そういう方一回試してみたらどうかなって思います、うん、そうですね、はい、本当にね一つ買うと
だいたいお部屋私一つ塗っても、うん、まあ、窓とかもあるのでちょっと、ね、残りますよね、うん、そう余ったので、そして余ったので、うん、どこかのお部屋の一面だけでも塗るとそこ周波数出ますし、うん、マイナスイオン、うんうん、出してくれるの で、 そ う、 で、ね、そういう形で、うんうん、やってみるのもいいかなって思います。はい、ありがとうございます、ね、はい、そうそう、それでね実際その、うん、知恵さんの、はい、展開されているマシュマロタッチが体験できるイベントがございまして、はい、はい、お写真お願いいたします、はい、ありがとうございます、ですね、はい、早速ですね、うん、もうすぐなんです、10月25日、はい、火曜日、はい、塗り壁アートワークショップということで、はい、なかなかねちょっとね壁を塗る体験っていうのはね、はい、ちょっと難しいんですが、今回は30センチ角のですね、はい、まあ、発泡スチロール状の断熱材に、はい、うんうん、まあ、みんなでこう楽しくですね、はい、いろんな色のこのマシュマロタッチで、まあ、アートしながら、はい、まあ、素手で触ってですね、うん、体感していただこうと、はいはい、でまあ、あのちっちゃいお子さんとか、まあ、これから赤ちゃんが生まれる方でしたら、はい、お土産にあの少しお持ちいただけるので、赤ちゃんとかお子さんの手形とか足形をそこにペタンとつけられるように、石膏ボードみたいな感じ、そうです、そうです、楽しいですね、はい、それもそんなあのお持ち帰りいただけるアートワークショップなので、はいはい、でコラボするのがですね、セラピストさんで今回あのボディペイントもやられる方なので、はい、あの今マタニティボディペイント流行ってるんですね、はい、あの私知らなかったんですよ、うん、SMS などでも、ね、うん、そう目に見かけ、うん、目につきます ね、 ね、うん、そう、なんかそんなことも一緒にコラボしてできるので、はい、素敵素敵、はい、ぜひね、うん、ご興味ある方は、はい、はい、どうしようそうですね、そこに、こちら ね、 あのね、埼玉県さいたま市での開催なんですけども、はい、ぜひ皆さん、あの本山さん、あのフェイスブックをなさっていらっしゃいま す、うん、そうですね、こちらのね今日ネームプレートを作らせていただいておりますけれども、はい、本山知恵さん、ね、はい、でこちらであのいろいろねこういった、はい、検索してください、そうつながっていただいてメッセンジャーでね参加したいよってメッセージをいただけたりすると、はい、あとねそのマシュマロタッチご興味ある方は、うん、ぜひ知恵さんに直接問い合わせていただけたらと思います、はい、お待ちしております、うん、はい、はい、そう、あとね、うん、もう一つこの特徴が、うん、はい、清江さんのとこもそうでしたけど、はい、あのビニールクロス、大体今のお家ってね、うん、ビニールの壁紙、はい、が貼ってあるんですけど、はい、そこに直接塗れるんですよね。そう、剥がしたりとかいろいろせずに、ね、ゴミも出さずに上から塗れちゃう。そうするとそういったね、うん、化学物質も吸着してくれて気にならなくなりますので、本当に手軽、あのリノベーションが簡単にできちゃいます、うん、大掛かりじゃなくて、ね、うん、だからそう、そう大事なポイントです。誰でもできるということで、うん、ね、うん、ゴミも出さないということで、はい、うん、はい、そうですね、うん、SDGs ですね。そう、はい、ついさんね、そういった活動たくさんなさっていらっしゃってですね、はい、きらめきっていってこう皮むき間伐、森のね、うん、お手入れの、はいはい、活動ですとか、あと里山再生、ね、埼玉県の諸山市で、はい、里山再生のね、活動もされています、はいはい、ね、そこが活動がね、はい、SDGs のゲームカードに、そうボードゲームの事例として、うんうん、今回あの取り上げていただきまして、はい、今ねあの埼玉県版 SDGs ボードゲームを作成にあたり、はい、クラウドファンディングを やっておりますので、はい、ちょっとネットで検索していただいて、はい、ご興味ある方はぜひご協力いただけたら嬉しいですね。嬉しいですね、はい、はい、じゃあ何で調べたら大丈夫ですか。諸山、里山再生、SDGs、うんうん、埼玉県版 SDGs ボードゲームで検索すると多分出てくると思いますので、はいはい、もしわからない方はまず本山知恵さんにつながっていただいて、はい、はい、ご連絡ください、はい、つながっていただいて、はい、はい、本当にねあの健康と地球環境を考えて素敵なご提案をしてくださる建築士さんですので、はい、ぜひ皆さんいろいろな場面でね、はい、あの知恵さんに身の回りのことご用命いただけたらと思います、はい、ありがとうございます、はい、ということでねちょっと駆け足でしたが、はいはい、今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではねここで奈良さんのね曲をちょっと、ご覧に入れながら、はい、歌詞もねしっかり堪能しながら聴いていただけたらと思います。とってもねメッセージ性のある歌詞です。はい、うちの米うまいよお願いいたします。
ました。では後半は2人のゲストをお迎えしてお届けします。はい、アロマデザインカフェアンチーのオーナー戸田雅子さんにお越しいただいてます。お願いします。そしてね、今やもうゲストというかサブパーソナリティとしておなじみのうちの米うまいよ店長で歌手の奈良貴子さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ね、それではね、奈良さんね、今日は失礼いたしました、戸田さん今日初めてのご出演ということで、はい、ありがとうございます。はい、で戸田さんのね、自己紹介をちょっとまず最初に、はい、していただけましたらと思います。はい、よろしくお願いします。はい、東武東上線北坂戸駅徒歩3分、はい、アロマ テラピーとグラフィックデザインとカフェメニューが楽しめる自分と地球と財布に優しい店がコンセプトのアロマデザインカフェアンジーから来ました戸田と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ね、実はね、もう私戸田雅子さんとはね、長くお付き合いさせていただいておりまして、で戸田さんのねこちらのカフェなんですけれども、本当に環境に優しいねお野菜などを使って美味しいねお料理を出してくださっていて、で本当にこう名前にありますようにアロマ、そしてデザイン、そしてカフェ、ね、ご自身のやりたいことを全部融合させているという本当に素晴らしい、うん、ワクワクなカフェで、そのね経緯などもね、お伺いしていきたいと思います。はい、でまずね、じゃあお写真紹介しながら、うん、ちょっと内容をね、はい、お伝えできたらと思います。はい、ね、きっかけがね、いろいろあるんですけども、はい、雅子さんちょっとじゃあお写真とともにお話をいただけますか。はい、うん、私は本業はグラフィックデザイナーで、はい、まあ、名刺から看板まで、はい、作るような平面のデザイナーなんですけれども、はい、まあ、そういうデザインのお仕事って締め切りとかで徹夜が続いたりとかして体調を崩してしまったことがあって、はい、まずはその時は、半身浴ですとか、うん、あとは足つぼとか、はい、あとはヨガとかで、はい、体調を整えていったんですけれども、はい、足つぼをやったところがアロマを使った、うんうん、アロマリフレクソロジーの、はい、ところだったので、はい、アロマにだんだん傾倒していったんですね。うんうん、はい、でそのアロマテラピーをハマったことで、はい、インストラクター、日本アロマ環境協会という公益社団法人があるんですけれども、はい、うん、そこでアロマ のインストラクターを取って、はい、さらにお店を開くときに、認定教師としてアロマアドバイザー講座ができるようなお店にしました。はい、なるほど。はい、はい、ことで次のお写真もお願いいたします。 これ、ね、こちらもアロマのイメージ写真ですね。うん、そう、香りだけじゃなくて、はい、化粧品ですとか生活雑貨が全部手作りで作れることもあって、はい、生活に使うものをなるべく手作りで作ってます。はい、はい、今日はほぼすっぴんなんですけれども、そうピカピカですよね。ちょっとおでこ光ってますけど、はい、今日は手作りのお化粧水と日焼け止めクリームできました。はいはい、うん、ね、そういったことでね、作り方も教えてくださいます。そうですね、ワークショップもしております。はい、そのカフェ で、ね、やってくださるので、はい、はい、次のお写真お願いいたします。はい、こちらはカフェのメニューなんですけれども、はい、アロマって突き詰めるとやっぱり食と環境になってくるんです。うん、でなるべく体にいい有機のお野菜ですとか、はい、無添加の調味料を使ったランチを主体に出してます。はい、はい、美味しそうですね。美味しいですよ。はい、次の普通のご飯なんですけれども、こちらもそうですね。こちらもランチです。彩りよく、はい、自分で出すだけではなくて、キッチンをシェアしておりまして、はい、創業してないんだけれども試しにやってみたいとかって方に、うん、キッチンをお貸しして、ワンデーカフェとかもやってます。デビューにいいですよね。いいですね。はい、そう、はい、次のお写真お願いします。これもそうですね、夏野菜がたっぷり使われてますが、はい、できれば生産者さんの応援もしたくて、うん、はい、そういったものを使ってます。地元のね、あとその種からこだわってる農家さんのお野菜も仕入れたりですとか、うん、何か所かの ね、 そうですね、場所から、はいはい、なるべく環境と、なんていうんですかね、こう、はい、お財布にも、そうですね、優しくてっていうところ。旬の 時期にはたくさんお野菜が取れるものですから、うん、はい、お安く手に入ったりもしますし、はい、そういう時はちょっとお野菜もね、はい、カフェで販売なさってくださったり、そうです、そうです、はい、手に入ります。貴重なお野菜手に入ります。うん、はい、じゃ次のお写真お願いいたします。
これね、大好き。これは私が唯一焼けるケーキでバナナケーキなんですけれども、こちらはあの小麦粉を使ってなくて、はい、しかも米粉でもなく、あの入りぬかっていうのを使ってます。入りぬかっていうのは、うんうん、あの玄米を精米するときに、まあ、ランチで使うときに、あの精米したときに出る お粉があると思うんですけど、はい、ぬかがあると思うんです。それをいったものですね、はい、それを使ってバナナケーキを焼いてます、うんうん、はい、ね、こちらカットしたやつですね。そうカットした添えられてるのはですね、いちごジャムなんです。これはあの、うん、無農薬のいちごが手に入るので、うん、それを貴重ですよね。そうなんです。お砂糖もちょっとしか入れなくても、うん、とても美味しくていいソースができるので、それを添えてます。そう、はい、こだわりのね、あのものを添えていただいて、で本当に米ぬかもね、あの捨ててしまわれることも多いですけれども、そうですね、そういったものも使ってくださっていて、うん、でね、実はちょっと私事で恐縮なんですが、親戚があの、うん、おから廃棄されてしまうおからをゼロにしたいということで、うん、おからと米粉を使ったグルテンフリーの麺を作っておりまして、そちらもこちらのね、あのアロマデザインカフェアンジーさんで、うん、メニューで出してくださったりも、はいはい、しています。あと、はい、こちらの、ね、カフェ通販サイトもございまして、そこで販売もしております。はい、うん、はい、ありがとうございます。仙台国麺とっても美味しいんですよね。ありがとうございます。奈良さんのところでも取り扱いを開始してくださるということで、なんかね、キムチと納豆を乗せて大国麺で食べたんですけど、すっごく美味しくて、うん、美味しいよね、あれね。そう、本当にちょっとキムチがね、しっかりお味が奈良さんのところするので、あの担々麺風に簡単にできます、うん、いいですね、もうね、夏場は大国麺でした、うん、ね、ありがとうございます。お二人とも、ね、はい、そんなあの雅子さんのカフェなんですけれども、もともとはね、こういったデザインのお仕事などをされていらっしゃって、でそのカフェをね、あの起業するっていうその経緯ですとか、あとカフェをやるってちょっとハードル高いというか大変なイメージがあるんですけども、その辺の経緯とか、あとそれについてね、本も出していらっしゃるんですね。うん、そう、なのでちょっとそのあたり経緯ですとか、あとそう本のことについてちょっとお伺いできたらと思うんですけど、はい、最初はデザイン事務所にしようと思ってたんですけれども、はい、デザイン事務所ですとやはりデザインに興味のある名刺を作りたいなとか、うん、チラシを作りたいなっていう人たちが来ないので、お茶が飲めるところ、私はアロマをやるからハーブティーが飲めるところがあったらいいなと思ったんですね、でアロマの講座もできますし、はい、で場所を作るとそこでお茶を飲みに来る人が敷居が低くやってくると思って、はい、カフェ風にしました。なるほど、はい、そうすると、ね、このね、雅子さんの柔らかいお人柄ですので、まずオーナーさんと仲良くなってお茶を飲んだりお話をしたりしながら、はい、でいろんなね、ご自身あの起業されていらっしゃりますので、そういった悩みも聞きながら、そうするとで、お仕事始めるにやっぱり名刺ですとか、うん、チラシ、そういったものが必要になってくるので、うん、あのとてもなんていうのかな、相談しやすいっていうのがありますよね、うんうん、そうですね、うん、できれば創業支援みたいなこともしたいなと思って、そう、雅子さんね、商工会への、ね、そう、あのやり取りですとか経緯がそこの本に書いてあります、はい、そうで本当にね、あの起業する方を応援したいっていうお気持ちをすごく持っていらっしゃいます。ですので、あの私も名刺やリーフレットを実は雅子さんにお願いしているんですけども、一番私が、お願いしてよかったなって思うのが、まずニーズをすごく聞いてくださるんですね、うん、それとただあの言われた通りにやるんではなくて、あのそのニーズのところをしっかり聞き取ってくださっているので、それをいかに表現するにはもしかしたらこうの方がいいんじゃないですかとか、あのなんていうのか、ご提案を逆にしてくださったりして、本当に親身になってくださいます。そこがね、やっぱりあの私は信頼しておりますし、あのとてもそういったデザインを頼む時に、うん、あのとってもいいなって、はい、思っています。嬉しいお言葉ですね。素敵にリーフレットね。そう、あ、先ほどの元山千恵さん の、ね、はい、あの出てきた画像も実は私が作ったリーフレットでした。雅子さんが作ってくださっています、はい、実はですね、ここにロータスローズって私の屋号なんですけども、こちらのロゴと、ロゴ、ね、はい、この名前も、はい、雅子さんがすごく私のことをヒアリングしてくださいまして、はい、イメージ通り、イメージ以上っていうくらいのものを作ってくださいました。はい、ですのでね、その方の表現したいものっていうのを引き出してくださるっていうところが、はい、とってもね、雅子さんの得意なところですので、すごい雅子さん、はい、多彩ですね。ありがとうございます。以前ね、あの、うん、似顔絵をね、描いていただいたことがあって、はいはい、
そう、孫の似顔絵とか、うん、娘たちの似顔絵とかも描いていただいたことがあって名刺にね添える似顔絵とかも描いてます。そうですね、はい、本当に戸田さん多才でご自身でその絵も描かれるんですね、うんうん、もちろんグラフィックのデザインもなさいますけど、うん、自分の、ね、手で描いたりっていうのもしますし、うん、コンピューター使ってね。そうですね、はい、そうですか、さっきの本の表紙は、うん、本の表紙は私が実は、もう一度、はい、ご覧に入れていただけますか。本の表紙ね、戸田さんご自身の雰囲気に似てる、うん、イメージ、ね、アンジーさんの、うん、はい、雰囲気、うん、はい、でこちらの本なんですけれども、雅子さんのサイトで、はい、そうですね、この本がつくつくで買えますし、はい、買えます、まあ、うん、Amazon でも検索して買うことができます、はいはいはい、もちろんカフェにも置いてあって、はい、置いてあります、はい、買うことができます、はい、でコミュニティカフェの作り方ってタイトルがなってるんですけれども、うん、はい、大きな特徴は雅子さんのカフェはちょっとこぢんまりとされているんですけれども、うん、いろいろな方が来て逆にそのこぢんまりさでお客さん同士の交流がすごく生まれるんです。でそれもですね、ただなんていうのかな、こういるだけではなくって、こう自然に雅子さんがこちらの方はとかつないでくださったり、それぞれの接点になりそうなところを、ご紹介してくださるんですね。なのでそのご縁つなぎがすごい楽しくて、そう、雅子さん好きなんだよね、はい、とてもねお上手でいらっしゃるので、うん、そこのカフェでまた新しいお仕事それぞれの皆さんがつながって生まれたりですとか、交流が生まれていて、どんどん広がりができています。あと地域とのつながり、あ、そうですね、うん、私埼玉県坂戸市から来たんですけども、はい、どうせなら素敵な市にしたいと思って、はい、インスタで素敵坂戸っていうはい、アカウントを作って坂戸の素敵なところを紹介したりしてます。はい、はいはい、コツコツやっていずれはね坂戸から、ね、埼玉に、はい、埼玉から全国にって素敵な場所が広がっていくといいなと思ってます、うん、はいですね、そういった感じでね、雅子さんいろいろな活動なさっておりまして、まあ、場所はねちょっと埼玉県の坂戸市なんですけれども、うん、すごく素敵なコミュニティカフェのモデルだなと思っているので、気になる方は本をね読んでいただいたりですとか、はい、ぜひぜひ、はい、あと素敵坂戸ってインスタグラムで発信していて、うん、近隣の素敵なところをね取材されてインスタで写真付きでご紹介なさってるんですね。でそういったことが、まあ、皆さん遠い方はちょっとなかなかお越しいただけないかもしれないんですけども、素敵なモデル取り組みが、なっていると思っておりまして、ぜひチェックしていただいて参考にしていただけたらいいんじゃないかなと思っています、うん、ありがとうございます、ね、はい、雅子さんどうですか、あと引き出しがねすごくたくさんおありでいらっしゃるので、うん、イベントのお手伝いとかもされてるんですよね。近々、ね、なんですが、うん、10月の15日、はい、注意士の今中健二先生を呼んで、うん、講演会をします。はい。はい、坂さんも、ね、1カメさん、うん、こっち、うん、こちらでいいですか、うん、どっちでもいいけど、はい、両方見せちゃうね、うん、はい、はい、ありがとうございます。10月のね、15日ですね、はい、北坂戸オルモというところのホールを借りて、はい、講演会をします、はい、やはりさっきもおっしゃってましたように人間は、はい、動物ですので、はい、注意学っていうのは猫のように生きるというのがキャッチフレーズになっているように、はい、すごく自然体で生きることを、はい、推奨した東洋医学よりももっと古い医学になっているみたいです、はい、先生に直接質問もできるコーナーもありますので、うん、貴重ですね、できればいらしていただく、うん、だ直接来れない方はオンラインや後日動画配信もしております。あ、それはありがたいですね、はいはい、お申し込みは、主催の雅子さんのアロマデザインカフェアンジーさん、はい、はい、こちらも、Facebook もありますし、Instagram もあります。はい、あります。あとはね、いろいろなそのチャンネルがございますので、うん、雅子さんも検索してくださればいいかな。そう、検索していただいて、うん、で戸田雅子さんで Facebook もね、されてますので、こちらのお名前で、はい、はい、検索していただけたらと思います、はい。はい、スタジオ全体にカメラ戻していただいて結構です。はい、戸田雅子さんですね、アロマデザインカフェアンジーということで、はい、ですね。あとはですね、うん、そちらは後です、はい、あ、もうじゃあ一緒にご案内しちゃおうかな、はい、いいですか、じゃあね、戸田さんね、はい、本当にいろいろ応援いただいて、いましてですね、こう11月の15日、あ、5日ですね、あ、失礼いたしました、ありがとうございます。11月の5日の土曜日にですね、種は誰のものという映画の上映会をします、はい、これ3回ね上映するんですけども、こちら埼玉県の川越
で監督が実は、ね、1日行ってくださるっていう、はい、貴重な機会になります。質問したりですとか、あと物販にサインもしてくださいますので、はい、こちらの方も、戸田雅子さんと私七星の Facebook や Instagram でも発信していきますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。公式ホームページにもスケジュールが載っております。はい、ぜひね、こちら皆さんに、はい、ね、ご覧になっていただきたいですね。そうですね、うん、はい、情報を知るっていうことがまずとっても、ね、大切なことですので、うん、はい、ということで駆け足で戸田さんのご紹介してまいりましたが、はい、戸田さんでも何かこれだけは言っておきたいっていうことはありますか？そうですね、活動しながら皆さんとご縁がつながるのがすごく楽しくて、はい、それがまた仕事になるっていうのが素晴らしいと思いまして、今日は呼んでいただきましてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあね、それではちょっと駆け足でしたが、戸田さんありがとうございます。ありがとうございます。そうしましたらね、ちょっと、はい、戸田さんあちらの方に行っていただいて、はい、あとは一緒でもいいですけどね。一緒でもいい？大丈夫ですよ、うん、じゃあ一緒にやっちゃおうか。すみません、このままね交えて、実はね二人もね、ご一緒してるところがあるので、うん、ご紹介していただけたらと思います。はい、はいはい、私もね、うん、こう、うん、ね、2年間お世話になりましたけども、はい、楽しく FM ラジオやらせていただいて、歌までね流していただいて、はい、本当にありがとうございます。で本当にね、アトピーだった経験から、はい、食の大切さっていうのをね、はい、学んできまして、本当に私のね体を作ってくれる発酵食品、はい、お米と発酵食品ってね、とっても大事だなっていうことで、はい、2017年からですね、酵素料理教室っていうのを、はい、3年間やってきたんですけども、はい、コロナ禍が進んでちょっと開催ができなくなってしまってからですね、うん、はい、お教室の方もなかなかできない日々が続いたんですけども、うん、なんとですね、私も新しい試みということで皆様に日本の伝統発酵文化をね、はい、これからもどんどん伝えていきたいという思いがございまして、はい、やっぱりこの間ね50の誕生日を迎えましてね、おめでとうございます、ね、進化し続けようっていうことで、はい、またワークショップをね開催していきたいなっていうことでね、はい、考えておりまして、で第1回目雅子さんのアンジカフェで、第1回目なんですね、はい、アルマデザインカフェアンジさんで開催決定、はい、お日にちがなんと10月の27日、14時から、はい、2時から3時、はい、ぬか床講座っていうのをね、はい、オンラインとリアル両方で開催することを決定しました。はい、はい、でね、ぬか床なんですけども、なかなかね、おばあちゃんは作ってたけど私たちなかなかぬか床にご縁がないっていうね、はい、で私も小さい頃はおばあちゃんがねよく作ってくれて、うん、ぬか床、はい、ぬか漬けをよく食べてたんですけども、はい、もう気づいた小学校もう4年生ぐらいの時からそんな、うん、そういう発酵食品にご縁がなかったっていうね、食卓に発酵食品がなくなってしまったっていうところから、もっともっと若い世代にこういうぬか床を、はい、作っていただいて、新鮮なお野菜をつけていただいて、発酵食品を生で取っていただきたいっていうね、はい、思いでこういう講座を開催することになりました。うん、ご自身の菌が入るといいですもんね、はい、またね、もちろんね、奈良さんのところのぬか漬け本当に美味しいんです、うんうん、だけどご自身で作っていただくのも、うん、やっぱり自分の菌が入るからね、うん、いいですよね。そうなんです、はい、生で自分の手のひらの常在菌で作るっていうのがすごく大事なんですね、はい、うん、ぬか漬けってね、子育てと同じで本当に愛情込めて生き物ですから、はい、美味しくなってねって言ってかき混ぜてあげると本当に美味しくなるんですね、うん、で生で作るっていうのが非常に大事なポイントでございまして、うん、当店では生ぬか、無農薬の生ぬかを使ってます、うんうんうん、はい、でこの美味しいんだね、そう、うん、ね、火に加えてしまうと大事な微生物酵素が死んでしまうっていうね、うんうん、はい、ポイントがありますので、生で発酵させたものを皆さんに作っていただきたいっていうことでね、はい、うん、
このぬか床の作り方っていうのは内込店主が京都のね当時で学んだぬか床なんですね、はい、で店主明平はね京都出身なんですけど、はい、お寺出身なんですね。でそこでね長年先祖代々からね食べられていたぬか漬けっていうのをやっぱりお米屋さんをやると同時に米の副産物としてね皆様に伝えていきたいっていうので、はい、熱を加えずに本物の酵素を体に取り入れていただきたいっていう、はい、そういう思いからこのぬか漬けも手作りで始めまして、お子さんもね美味しく食べていただける、うん、ぬか漬けがね食べられなかった方でも、うん、食べられる方もいらっしゃるっていうぐらい、うん、私なんかね、うん、ぬか床に手を入れられなかったんですよ。痒くなっちゃって、はい、そのなんで買い替えが出るのかなっていうのも、はい、うん、無農薬のぬか床を触った時に、うん、もう全然手が痒くならなかったんですね。だからもう自分のアレルギー体質のねこの体を身をもって、はい、無農薬の大切さだったりとか、うん、発酵の大切さだったりとかね、はい、今となってはもう手も赤切れもなくなって、うん、本当にねはい、お肌もなんか元に戻ってっていうね、うん、日々になってツヤツヤして、はい、やっぱりそういう恩返しをね皆様にしていた、はい、いきたいっていうね、うん、そういう思いでやっていこうと思っております。はい、それで新たな配信ということで、はい、Facebook ライブっていうのをね、はい、8月からスタートしまして、うん、月に2回配信してます。うん、曜日やお時間決まってるんですか？はい、だいたい木曜日とか日曜日にやるんですけども、はい、今度は10月の16日の、はい、日曜日の朝、はい、8時から9時までのお時間をお借りしてですね、はいはい、ごめんなさい、8時半から9時ですね、うんうん、はい、30分間、16日の8時半から9時30分間、はい、はい、次は酵素の大切さとか前回やったんですけども、はい、今回はぬか床ぬか漬けの、ね、はい、大切さっていうことでライブ配信をやらせていただきますので、はい、ぜひそちらもチェックしていただきたいポイントです。はい、そうですね。で、その後に、はい、27日に戸田さんのお店で、はい、そうですね、10月27日ありまして、で、はい、こちら何人ぐらい、リアルは何人ぐらい、リアルはね5名まで、あ、そうですね、うん、はい、はい、ということですので、ちょっとね人数が少人数制なので、早い者勝ちみたいな感じですけども、来られない方はオンラインで、とんでもないです、はい、もうねなんていうのかな、うん、アットホームな空間ですので、うん、本当にねいろいろな交流が生まれる、ね、素敵な空間です。生ぬかって鮮度が命なんですよ、うん、ですぐ酸化して空気に触れると酸化してしまいますので、うん、はい、精米したてのものを皆様に、はい、お送りいたしまして、はい、そしてぬか床キットっていう形でね、はい、送らせていただいて、そうすると締め切りがございますよね、前日ですとかだとちょっと、はい、そうですね、間に合わないですもん、ね、15名までっていう感じですね、うん、あ、なるほど、そちらの方もオンラインでもやはり制限がありますので、うん、はい、何日ぐらいまでに申し込み、そうですね、うん、25日ぐらいまでに、はい、ね、発送の関係があるの で人数がちょっと、はい、少ないので、ぜひ皆さん早いもん勝ちなので、はい、早めにお申し込みいただけたらと思います。そちらはですね、つくつくっていう、うん、はい、打ち込めのオンライン、はい、ショップがございまして、うん、はい、お写真でじゃあ出していただけますか、つくつくの、はいはい、つくつくショップ、うん、こちら、はい、アプリ登録をしていただくと簡単にね、はい、30秒で、うん、こちら登録できまして、はい、お買い物のねポイントがどんどん溜まっていくっていうね、はい、お得なサイトになっております。はい、これがね登録しただけで100円もらえるという、100ポイント、はい、ね、これまたお得ですよね、はい、でもらったポイントでお得にお買い物をするというね、はい、こちらの方からショッピングサイトがございます。はい、はい、こちらの方からイベントの申し込みもこちらからできるんですか？そうですね、はい、うんうん、通販サイトの方に、はい、これから、うん、載せていきますので、はい、そちらをチェックしていただければと思います。はい、じゃあそちらのサイトでイベントの申し込みと、はい、あと先ほどの美味しいぬか漬けやキムチ、もちろんねお米屋さんなので、そうですね、新米が今豊富に届いておりまして、はい、そうですよね、そう、新米オンパレードになっております。はい、うんうん、そちらの新米もね、ぜひチェックしてみてください。はい、チェックしてみてください。
すくつくオンラインショップ、はい、うちの米うまいよで検索してみてください、ね、そうですね。ということでね、私たちの接点は地球環境に優しいっていうところが、はい、それと皆さんをね健康にしたいっていうところが、はいはい、接点になっておりましてですね、今後先ほどのね本山千恵さんも含めて、まあ、4人でいろいろ協力しながらトータル的にね食や住環境、健康面、そういったねトータルでアドバイスしたりですとか、地球と人に優しいことをご提案していけたらと思っております。はい、はい、ですのでね、よろしければまた私の方もこちらの、インスタグラムですとか、私もフェイスブックの方もやってございますので、つながっていただけましたら、放送した内容でねまたご質問も受け付けますし、今日ご出演いただいたお三方におつなぎしたりすることもできますので、ぜひぜひみんなで地球をね、はい、丸ごと健康に、ね、はい、していけたら、はい、嬉しいなと思っております。はい、で早速なんですけれどもね、11月の19日にですね、こちらのお二人と先ほどの、本山千恵さんと4人で、催しを企画しておりまして、消費型コンポスト消えろと言いまして、コンポストってねなかなかお庭がない方、土がない方、畑がない方、扱いづらいと思われると思うんですけども、こちらのコンポストですね、箱型の小さいこれぐらい のサイズ、リンゴ箱サイズのものがございまして、土の中に、お茶殻ですとかお野菜くずとかを入れていくと、どんどん分解して土が増えないコンポスト、画期的なコンポストがあります。ですのでマンションの方、お家でちょっと分解させたい方、室内でもベランダでもできますので、こちらの、キエロのワークショップを行います。いいですね。そうなので、そちらもね、ゴミ、皆さんの家庭のゴミが減らせるととっても地球環境に負担が少なくなるんですね、うん、ですのでこれも埼玉県川越市で開催するんですけども、ぜひいらっしゃれる方はまた私たちのアンテナで発信していきますので、チェックしていただけたらと思います。ということで本当にね今日最後の放送でお名残惜しいんですけれども、ね、これがお別れというよりはまたね、うん、4人で活動して発信していきますので、それぞれのツールでつながっていただけたらと思います、はい、最後にね、鳥越あずりさん、本当に2年間私お世話になってありがとうございます。ありがとうございました、はい、パーソナリティ花子さん、ありがとうございます。お話を伺いしました。ありがとうございます。おめでとうございます。パーソナリティ募集してますので、本当にねアットホームで楽しいスタジオで好きなことをねこう放送できますので、皆さんぜひパーソナリティ募集中です。ぜひぜひ鳥越あずり番組持ってくださいということで、ありがとうございました。ありがとうございました